独立行政法人労働者健康安全機構長崎労災病院は長崎県佐世保市にある独立行政法人労働者健康安全機構が運営する医療機関である公益財団法人日本医療機能評価機構の認定病院である設立当初からの労災医療多勤労者に関する医療をはじめ長崎県県北地域における地域医療の拠点としてまた 救急医療を担う病院である。病院屋上には、離島からの患者搬送等に備えて、県北地域の病院では唯一ヘリポートが設けられている。当院を利用される患者さんへ。長崎労災病院。2020年7月15日閲覧。救急集中治療科。長崎労災病院。2020年7月15日閲覧。アスベスト疾患ブロックセンター。 長崎労災病院。2020年7月15日閲覧。長崎医療機関情報システム。長崎県医療政策課。2020年7月15日閲覧。長崎県の救急医療体制。長崎県医療政策課。2020年7月15日閲覧。脳卒中急性期専門医療機関。PDF ファイル。87キロバイト。 長崎県医療政策課。2020年7月15日閲覧。原子力災害拠点病院及び原子力災害医療協力機関の一覧令和2年4月1日。現在。原子力規制委員会。2020年7月15日閲覧。災害拠点病院及び長崎 DMAT 指定病院一覧。長崎県医療政策課。 2020年7月15日閲覧病院評価結果の情報提供公益財団法人日本医療機能評価機構2020年7月15日閲覧 ABC 交通のご案内長崎労災病院2020年7月15日閲覧ありがとうございます